って副賞として全国和牛能力共進会で2回連続チャンピオンに輝いた日本一の宮崎牛一等分および宮崎旬の野菜果実一等分を贈り表彰します。平成28年11月27日宮崎県知事河野俊により、土岐宮崎牛づくり対策協会会長新森優吾、トロフィー並びに賞状金に副賞として全国和牛能力共進会で2回連続チャンピオンに輝いた日本一の宮崎牛一等分および宮崎旬の野菜果実一等分が JA 宮崎経済連代表理事会長新森優吾氏から授与されました。